滲出性中耳炎というのは鼓膜の奥の中耳という空間に液体が溜まっていて耳の痛みや熱もない状態です。鼓膜の奥の中耳というところには空気が入ってるんですが、その空気は鼻と耳をつないでいる耳管という管から出入りしています。滲出性中耳炎というのはその耳管がうまく働かなくて中耳に液体が溜まっている状態を言います。ほとんど痛みがないために病院にかかるまで気がつかれていないということも多いです。3ヶ月くらいは様子を見ます。診察だけでお薬も一切なしで3ヶ月過ごすかというと実際はそうでもなくて、鼻がグズグズしてることも多いのでお鼻の治療を続けながらお耳が良くなったかなと時々診察しながら見守っていくようなイメージです。抗生剤は急性中耳炎や鼻副鼻腔炎がある場合でないと基本的には推奨されていません。滲出性中耳炎が3ヶ月持続して聞こえも悪い場合には鼓膜にチューブをはめ込んで空気が入るようにします。これを鼓膜換気チューブ留置術と言います。